雨の日も大切にしてください。雨が降れば傘を差す。傘がなければ風呂敷でもかぶる。それもなければ濡れるしか仕方がない。雨の日に傘がないのは、天気の時に油断してその用意をしなかったからだ。雨に濡れて初めて傘の必要を知る。そして次の雨には濡れないように考える。雨が上がれば何を置いても傘の用意をしようと決意する。これもやはり人生の一つの教えである。わかりきったことながら、世の中には、そして人生には、晴れの日もあれば雨の日もある。好調の時もあれば不調の時もある。にもかかわらず、晴れの日が少し続くと、つい雨の日を忘れがちになる。好調の波が続くと、つい行き過ぎる。油断する。これも人間の一つの姿であろうか。